秋のライブで、うんうんうん、エニアグラムのタイプの5人についていろいろコメントをいただけるものですから、はい、もう一度その考える価値があるのではないかっていうところで、うん、こちらですね、性格タイプの分析を元にドン・リチャード・リソさんがその5人についてどう考えていけばいいよっていうポイントを挙げさせていただきました、はい、そうしたところ、うん、タイプを知るときに、うん、健全度を、うんうんうん、自分の健全度がどこなのかっていうのを考えるのが、うんうん、重要、うん、まあご存知の方は、はい、そりゃそうだよって、うん、今更かよおっしゃるかもしれませんが、はい、確かに、うん、その、まあ、人って複雑ですからね、うん、出してる行動っていうのが、うんうん、その統合に向かった素晴らしい時なのか、うん、それかもうすごい悪い時、うん、落ちてる時、落ちてる時、うん、これはエニアグラムでは、統合と分裂、分裂って言うんですけども、はい、まあ、対抗なんて書いてるところもあるんですが、うんうん、その統合と分裂で違うタイプが出てしまうことがあるので、うんうん、その自分がその通常のレベル、はい、エニアグラムで言うと1から9まで健全の段階があり、うん、その1,2,3 がグッと、うんうん、4,5,6 が、うん、まあ、普通、うん、で7,8,9 が悪い時、うん、なんて言われてるんですけども、うん、じゃあこの普通の時の状態のあなたはどこですか、うんうん、っていうお話かなと思っております、うんうん、性格のタイプに、うん、人を助ける人の連続体を読みますと、うん、健全な段階っていうのは、うん、段階1、うん、公平無私な利他主義者、公平で私がないっていうことですね、うんうんうん、で段階2、うん、面倒を見る人、うんうん、段階3、うん、協力者として育ちつつある人、うん、助力者ですね、申し訳ございません、うん、で性格のタイプ2の通常な段階、うん、横行な友人、うんうん、段階5所有欲の強い腹心の友、うんうん、段階6尊大ぶった聖人、うんうん、なるほど、私がやってあげてんでしょみたいな感じですかね。この辺自分で自覚できるかですよね、うん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 、まあそうですよ、そんなことないって思い込みがちだったりとか、はい、で不健全な段階、自己欺瞞的なごまかしや、うん、段階8高圧的な支配者、うんうん、段階9心身症の犠牲者、うん、タイプ2の動き、タイプ2は健全な段階の無視の利他主義、うん、他人に対するいたわりに満ちた気遣い、うん、寛大さから尊大な部分、うん、で最後には心身症の状況を通じて自分を被害者にすること、うん、抑圧された攻撃性によって生じる方向にだんだん落ちていくよと、このタイプ2を思い、うん、この健全通常不健全を読むと、うん、やっぱりこの段階6の部分、うんうん、いや落ちるか落ちないかの境目のところに、うん、なんかその通常の自分が出る気がしました、うんうん、通常の自分、要は、うんうん、一番なんて言うんだろう、分かりやすいタイプを診断しやすいところの自分が6で来るなって思いました。なんで皆さんこの段階6注意して聞いてみてはいかがでしょうかと。じゃあ次、私がちょっと疑っている 3、はい、動機づける人の連続体、健全な段階、信頼できる人間、段階2、うん、自己確信を持った人、うん、段階3、うん、優れた模範、うん、なるほど、うん、通常の段階、うん、競争心の強い地位狙い、うん、段階5観念思考の実利主義者、うん、段階6来ました、段階6、うん、自分を売り込む自己中心主義者、うんうん、ちくりとくる方いませんかねうん、僕だから若干この辺はねちょっと6を待ちますが、うん、この自分を売り込む自己中心、うん、まあどうなのかな、だからこれが6の健全度が下がるとそれが出るよって話じゃないですか、
それ多分近いと、うん、あ、多分この辺はねみんな似てるってとこですね、うん、多分そう似てるっていうとこですね、うん、これは、うんうん、面白い段階7、うん、搾取的なご都合主義者、うんうん、段階8悪意の裏切り者、うん、段階9執念深い精神病者、うん、執念深さがあるらしいです、うんうんうん、で、まあ、やっぱり落ちていくとサディスティックな精神的な、うんうんうん、精神描写的な行為になっていくよと書いてありますね、うんうん、執念深い感じが出てくるタイプ3、うん、でタイプ4、うん、芸術家の連続体、うん、健全な段階、はい、1霊感を受けた創造者お、うん、確かにあの4はそのイメージがとても強いです、はいうんうん、段階2自分で意識している直感力の人、うんうんうん、段階3自己顕示の人、うんうんうん、で通常の段階、うん、あの分かりやすいところですね、はい、エニアグラムのタイプが分かりやすく出るところ、うんうん、想像力に富んだ芸術家、うん、段階5ごめんなさい , 笑ってしまった。自分のことに夢中になっている内向の人、うん、ああもうどうですどうです皆さん4の人, 4の人、うん、段階6芳醇な唯美主義者。これちょっと芳醇っていう意味を調べますね、うん、あごめんなさい芳醇と読むみたいです。芳醇申し訳ございません、うん、芳醇思うままに振る舞うこと、うんうんうん、あかっこ芳醇とも書いてありますね、うん、芳醇芳醇、うんうん思うままに振る舞う唯美主義者、うん、唯美っていうのは唯美、うん、人間にとって最も価値があるものは美だ、うん、美しいものが人間にとって最も価値があるものだ、うん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 、っていうものを思うままに振る舞う、うん、だからあのTPO をわきまえず、うん、なんかキラキラのドレスにハイヒールでハイキングに来ました、うんまあ、なんかあの拘束があって苦しいとかいうのはもうこの段階ってことですよね多分。ああなるほど、うん、そうですね、うん、はい確かに、うん、かもしれないですね。で、タイプ4の不健全な段階、うん、段階7、はい、疎んじられて憂鬱な人、うん、段階8感情的に痛めつけられた人、うん、痛めつけられてるつけられたのか自分でもう勝手に痛めつけてるのか、うんで段階9来ました、うん、自滅の人自滅の人自滅の人そのままな感じですよね、はい、いかがでしょうか、はい、この、振る舞いとして、うん、思うままに、うん、その勝手な美を追求しているところ、うんうんうん、まあだから自分の価値観で、はい、全て行動しようとしてるみたいなところですよね、はい、多分って考えてやっぱり僕はそのタイプ診断で4が出たことあるんですけど、うんうんうん、あるかいですねそんなわけあるかいっていうのがやっぱり分かる、うん、ルール決めてくださいですねそうで高速の中でギリギリの線を攻める、うんうん、ここまでなら大丈夫かなって分かりやすい過ごしやすいうん、うん、この辺ですかね、うん、はいで次は5ですね、うん、5考える人の連続体、うんうん健全な段階、はい、先駆的な洞察者、うんうん、段階2、うん、洞察力の鋭い観察者、うんうんふんふんうん、段階3博識の熟練者、うんうん、なるほど通常の段階、うん、分析的な専門家、うん、お願いしてもないのにあごめんなさい段階5、うん、熱心に身を入れた理論家うん、段階6、うん、物事を極端に単純化する人うんうん、うん、要は、うん、あなたの目線で、うんまあ、分析してるんでしょうけど、うんうん、極端なんですよだから人の気持ちとかも全部排除しちゃうみたいなところですよねきっとなるほど、うん、そこはそんなに単純化できないよみたいなところもこうやってやったら合理的でしょってそこにはこう人の感情を全て排除しちゃうみたいな人間がいらないになるんですねそんな感じですよねきっと、うん、いかがでしょうかと、はい、で不健全な段階、うん、孤立した虚無主義者、うん、段階8妄想的変質症の人、うんうんうん、
段階級、空虚な分裂消失の人、うん、とあります、はい。まあ、やっぱりその分かりやすいのは単純化主義へと狭まっていく、うんうん、で最後には極度な不安と精神的不安定の原因となる妄想的な考えに落ちていくよ、うんうん、とありますと、うん、いかがでしょうか。じゃあ次、うん、6ですねと、うん、性格タイプの6、うん、忠実な人の連続体、うん、健全な段階、段階1、うん、自己を主張する人、はい、段階2ごめんなさいもう一度申し訳ございません、はい、6が入っちゃ、6が目に映ってしまって、はい、吹いてしまいました申し訳ございません、はい、段階2、段階2、責任を負う人、うん、段階3、うん、任務を負った中心、うんうん、で、うん、6の分かりやすいところですね、はい、通常の段階、うん、忠実な伝統主義者、うんうん、段階5受け身で攻撃的な人はい、はい、で段階6、うん、分かりやすいところですねと、はい、自分の劣等性を補おうとする行動が過剰な厄介なやつ防衛、はい、来ましたね、来ましたね、やっぱりね僕ここなんですよそれは、うん、面白い僕ここなんですよ、絶対ここなんですよ、うん、自分の劣等性を補おうとする行動が過剰な厄介なやつなんですよ厄介なやつってこの英語のやあの英語でやつって ないですもんね、うん、なんですか、役が素敵、うん、橋村玲介さんと、うん、田原明子さん、ありがとうございます、うん、原文どうやって書いてあるんですかね原文を読みたいですよね、うん、自分の劣等性を補おうとする行動が過剰な厄介なやつ、厄介なやつここですね、うん、で不健全な段階は、当てにならない人から、うん、過剰反応するヒステリーの人、うんうん、で最後は自滅的な自己虐待者がタイプ6の段階級ですと、はい、出ましたね。何がですか、自分が自分が6にいたちょっと3と比較していいですか、はい、勝手に申し訳ございません、はい、タイプ3の段階6は、うんうん、自分を売り込む自己中心主義者、うんうんうん、でタイプ6の段階6は、うん、自分の劣等性を補おうとする行動が過剰な厄介なやつ、うんうん、こっちな気がするんですよね、うんうん、というところで、うん、じゃあ次はタイプ7 タイプ7、ごめんなさい、万能選手の連続体、はい、タイプ7の健全な段階、うん、段階1、有頂天の鑑賞者、うんうん、鑑賞というのは見る人たち、うんうん、段階2、幸福な熱狂者、段階3、多方面に能力を発揮する熟達者、うんうん、で通常の段階、段階4、経験豊かな物知り、はいはい、段階5、異常に活動的な外交性の人、うんうん、段階6、極端な実利主義者、うんうん、ま、身勝手になっていくんですかね、そうじゃないですか、どんどん、うん、で不健全な段階に行くと、うん、衝動的な現実逃避者、うんうんうん、段階8、躁病的な衝動の人、うんうんうん、段階9、恐怖に取りつかれたヒステリーの人、うんうん、とあるんですけど、はい、分かります、分かりますっていうのは、はい、その普段明るい人が、うんうん、この落ちていく時って、うんうん、あまりピンとこないんですね、まあ、でもというか落ちても明るい感じはあるじゃないですか、躁病的な、そうです、躁状態ってことですよね、でも、うん、現実的なことをやってない、やってないからそういうところに逃げてるってことじゃないですか、あー、うん、パーティーの現場には常にいるけど、いるけどいつ仕事してんのっていう、そうそうそう、仕事をそっちの手でもそっちに現実逃避しちゃうみたいな、あー、うん、はい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 、でやっていくとやっぱりちょっと、うん、面白いですね、うん、で8、タイプ8、はいはい、統率者の連続体、統率者、統率者、うん、
健全な段階、段階1、うん、高潔な英雄、うんうん、段階2、自信に満ちた人かっこいいですね、かっこいいですよね、英雄とか、まあ、かっこいいんですよ、パチって、うんうん、書かれるのがライオンなんですよ、うん、段階の3、建設的な統率者、うんうん、まだ建設的ですね、うんうん、ちゃんともあの物事が組み上がってる、うんうんうん、通常の段階、うん、新種の気に満ちた冒険者、新種の新種ってあの進んで取り入れるっていうことですね、はいはいはい、で来ましたこの辺からですね、うん、段階後、幅を利かした権力の仲介者幅を利かしたってちょっと肩で風を切り始めましたね、なんか急に急にお願いしてないのにな、あいつにって、うん、段階6、対決的な敵対者、あ段階7、残酷な暴君、うんうん、段階8、全能の古代妄想者、全能、あ、全能な古代妄想者、全能、私は何でも完璧にできる、できる俺、我は雷お願いしてないよっていう、うん、で、凶暴な破壊者、段階9、うんうん、最後には暴力的な破壊者、はい、破壊性を出てくるよ、うん、無情で無謀で破壊性って感じですかね、うんうん、9、調停者の連続体、うん、健全な段階、冷静沈着な人間、うん、自立、うん、段階2、受容性に富んだ人、うん、で段階3、我慢強い調停者、うん、で段階4、うん、周りに順応して役割を演じる人、うんうん、まあ、よくタイプ9は分かりにくいなんて言いますもんね、うんうんうん、段階5、受け身で物事に関わらない人間、うんうん、離れてきましたね、なんかそう急に離れましたね、多分こうあれですよ、自分を守り出した一歩ずつなんかこうやって、うん、下がっていくのが見えますね、はい、段階6、定感した運命論者、あ定感っていうのは諦めてみると書いてます、うんうんうん、はい、まあ、これも運命だ、ね、ちょっと捨てちゃった感じもうなるようにしかならない、これも運命だからひどい、わ、うん、かる、わかる、変えられない、変えられない、もうダメ、これでもこれで幸せ僕、うん、怒ってない、怒ってない、もう諦めた面白い、これがねエニアグラムの面白いところですね、うんうん、はい、で不健全な段階7、うん、段階7、投げやりな人、うん、段階8、付き合いをしない人とうとう捨てた捨てたで段階9、うん、自分だけに浸り切った人、うんうん、もう孤立、引きこもり、引きこもり、僕だけでいい、うん、もう僕だけで幸せ、何もいらない、何もいらない、うん、っていう人たちが、はい、転生の話を書いて、うん、転生した世界で英雄になる、うん、英雄になるっていうのが今、うん、あらゆるアニメで出ている転生もの多い、転生もの多いのがタイプ9ですかね、タイプ9なんですかね、の主人公が、タイプ9の主人公が転生ものの気がしてます、うん、転生ものというとあのリゼロ、リゼロとか無職転生とか、あ、まあ引きこもり感じ、引きこもりが未来でタイプ3になるみたいな、うんうんうん、エニアグラムの話ですね、うん、あれタイプ3になる、タイプ3になって世界を救うって、うん、器用に魔法を使えるようになって、うんうんうん、僕はもう詠唱しなくても魔法が使えるよみたいな、うんうん、チートですもんね、チートですもんね、はい、あ、それちゃいました、はい、すいません。で性格のタイプ1、うん、改革する人の連続体、うん、段階1、うん、賢い現実化、うん、寛容、うん、段階2、思慮分別のある人、うん、合理性、段階3、規律ある教師、なんかもうここで教師が出てくる教師、うん、で通常の段階、段階4、うん、理想主義的な改革者、うんうん、段階5、几帳面な人、うん、段階6、断定的な完全主義者、あすべき、これはこうだすべき、うん、が出てくる、うん、で段階7、器量な人、段階8、脅迫観念にとらわれた偽善者、うん、で段階9、懲罰的な復讐者、うん、今一応9通りの
健全な段階の、うんまあ、9まで説明させていただきましたと、うん、どうですかね皆さんいかがでしょうかとぐさっとくるんですかね。僕はこのやっぱりその、うん、タイプ6の段階6を見たときに、うん、あの僕がいましたね。それはでも僕も分かります。泣いてる僕がいました僕も諦める、はい、これだって思います。あの厄介なやつがいました要は自分の劣等性を隠そうとして、うん、ちょっと総的な感じで行動している僕、要は、うん、自分のバカさを見たくないから、うん、あの頭のいい人の知識を借りて、うん、ほら僕は皆さんに落ちる立場ですよ、うん、っていう、うんまあ、ユングでも勉強した、はい、メサイアコンプレックス、うんうん、自分を救うために人を救うっていう、うんうん、だそこら辺が三歩見えるみたいな話ですかね、が出てるのかもしれないですね、うんうん、その優しさに見えるのかもしれない、うんうん、っていう分析を今自分ではしている、はい、もちろん反論大歓迎、うん、楽しく喋りたいと思ってます。僕も心当たりはありますね。段階6諦める、もうめんどくさいことが起きるともういいや、これはこれでもうしょうがない出たしょうがないもうなるようにしかならない、はい、って思う。で怒ってない、もう知らない、今でも幸せだしってそうどうせ幸せだしって、うん、なんとかなる、はい、っていうこの辺ですね、うん、はい。